羊たちの沈黙は、トマス・ハリスの小説。1988年間。天才的な洞察力を持つ、精神科医でありながら、人肉志向の社会病室者のハンニバル・レクター博士を主役にしたシリーズ小説の2作目。その年に出版された優秀なホラー小説を検証する、ブラム・ストーカー賞を受賞している。小説と映画では、精神科医、ハンニバル・レクターの、 かつての患者の一人であり、女性を誘拐し皮を剥いでいる、バッファロービルという故障の犯人に関する情報を得るため、若き FBI 訓練生のクラリス・スターリングが、人食い殺人で投獄されている、社会病室の精神科医、レクターの下に送られる。当初、クラリスと対面したレクター博士は、アカデミーに帰りなさい、クラリスを嬢さんとすげなくあしらうが、彼女が、 囚人の一人に恥ずかしめられたことに起こり、その比例の償いとして最初のヒントを与える。その後、クラリスの少女時代の記憶、秘められた過去の話と引き換えに、博士は彼女へ事件解決のアドバイスを与え続けていく。この作品に登場するバッファロービルは、作中での本名は別にあるが、彼の起こした連続殺人事件の本名不詳の、 犯人の当座の名称として、獲物を捕らえて殺し、皮を剥ぐというところから、バッファロービルにちなんで呼ばれ、定着した。裁縫とアジア産の大型のガを育てることが趣味で、女装癖があるという人物像を与えられている。彼は太った女性を誘拐して古い自宅の地下にある穴倉に閉じ込め、その間ローションで肌の手入れをさせ、痩せて皮を剥ぎやすくなった頃に殺害。 皮膚を剥いで舐めし、その皮で服を作るというかなり狂気じみたことをしていた。小型犬を飼っていて、それを溺愛している。彼のモデルになったのは、猟奇殺人者として、有名なエドゲイン及びテッドバンディである。ハリスは、ウィスコンシン州で記者見習いをしているとき、エドゲインによる有名な猟奇殺人事件を担当しており、犯行手口などはこの時の取材にヒントを得ている。 1990年に監督ジョナサン・デミ、主演ジョディ・ホスター、アンソニー・ホプキンスで映画化された。ありがとうございます。